と、これは国民祈祭に記念して、12日の春季例大祭の余興なんですけど、20日の日とよさこい、まあ、恒例ですね、よさこい祭りをやって、トレイルです。今度5月の5日にはですね、子どもの日に久慈川で稚アユの放流事業というのがありまして、アユの12センチぐらいのちっちゃいアユをですね、3000匹っていうんですかね、あのアユを放すんですね。で、無料でどなたでもご参加いただけるっていうイベントを5月5日に開催しまして、で去年もやったんですけど、なんか年々こう参加者が増えてるっていう状態なので、今年もさらにPRしてたくさんの方にいらしていただきたいなと思います。現在住んでいるのも醍醐町なので、身近なところということで、自分の足で行って目で見たものっていうのをきちんと来てくださった方に伝えられればいいなと思ってます。来ていただいた方には目で見て感じられる景色とか、そういったものはもちろんなんですが、地元の方のまだまだ残っている温かい人情というものに触れていただきたいなと思います。醍醐町で待ってます。